おはようございます、下國信です。今日ご紹介するのは保存袋とフライパンで作るワンパンもみもみ納豆パスタです。昆布と納豆の食感を楽しめるコク深い和風パスタ。そして今回は最低限の調理器具しか使わないので忙しい日にぴったりなレシピです。早速作っていきましょう。まずはパスタを茹でていきます。おなじみの昆布水をフライパンに入れ強火で沸騰させます。甘みをプラスするためみりんを加えます。ここで塩を入れるのが一般的ですが、パスタの茹で汁をソースとして使うので今回は入れません。麺の茹で時間は表記より2分短く茹でましょう。今回は7分茹でのパスタなので5分茹でます。で、火加減も結構大事で、こんなに強いとすぐ蒸発してしまうので下からポコポコっと沸いてるよぐらいな感じ、ただ沸騰状態は保ってる、それを目指して、はい、5分茹でていきましょう。時折こんな感じで混ぜてあげるのが大事かなと。パスタを茹でている間ソースを作りましょう。洗い物を最低限にするため保存袋で食材を混ぜ合わせます。まずは大粒納豆と付属のタレを入れます。ポン酢、白だし、オリーブオイル、白味噌を加えます。そして白いりごまを2つまみ入れましょう。ソースに食感をプラスするため昆布水に使った昆布を短冊切りにします。袋に入れたら封をしてもみもみスタート。納豆の食感を楽しみたいなと思ってて大粒にしてる。大粒のまま大粒のまま残してるのもいいんですけども、ちょっとここで納豆潰してるんですよ、プッと。でそうすることによってこの納豆のもう中心部分にある旨味だったり香り、これがパスタのソースにまとってくれる。だから一部分はこうやって潰してあげて、で一部分はこのまま粒のまま残しとくっていうようなソースにこれなってます。ね、これってなかなか袋じゃないとできないことでもあるので、うん、いいですね、こんな感じ。ソースが完成したのでパスタの様子を確認しましょう。5分間茹でてまだ硬いですが大丈夫。最後の仕上げはノブテク。1分タイマーかけてあげて、火加減は全開にします。超強火で、ここで混ぜながら最後の残ってる水分、これを煮詰めていくって感じ。まあそれの目安時間として今1分のタイマーをかけてます。強火で煮詰めることで昆布水の旨味とみりんの甘さが凝縮されます。茹で時間が実質6分だけですが、最終的にソースと絡めるとき、パスタの余熱でアルデンテに仕上げることができます。はい、一応1分経ちました。止めて水分量ちょっと見てみましょうか。パスタを引いたときにもうこれ残ってないですよね、ほとんどね。ちょっとだらっと濃度がついた液体がゆっくりゆっくり戻るような感じ。ただね、この過程によって火力違うと思うので、それちょっとこんな感じで見極めてほしいです。ほとんど落ちてこない、だらっとゆっくりゆっくり、ちょっと水分残ってるなみたいな、こんなもんで OK なんですよ。パスタを保存袋に入れソースと絡めます。ただ熱いのでやけどしないように注意しましょう。全体的にソースが行き渡ったら盛り付けます。見栄えしないなやべ、今回色悪くないですか、ちょっと見た目的にもパラパラっとよくないな全部同じ、うん、いいと思います。味には保証してます、味は保証しておりますので、こちらでワンパンもみもみ納豆パスタの完成です。ではいただきます。ちょっとでかいかな、うん、うまいうまい、味付けが上手なんですよね本当にバランスが素晴らしくて、ポン酢を入れてるからの酸味で、それとの納豆のこのまとわりつくような美味しさ、食感のアクセントに入れてる昆布、これが本当にいい味を出してて、正直色味なくても食べたら分かるよ、最高に美味しい納豆パスタできましたので、皆さんもぜひお試しください。